どうも皆さんこんにちは、決戦中継でございます。ということで、ちょっと久しぶりにね、FPS についてちょっと雑談したいなと思うんですけど、まあ1年ぶりぐらいですかね。うん。まあ全然思んないねんけどね。ちょっと久しぶりになんかペラペラあーだこうだ喋りたいなと思って。いや、FPS 業界もね、だいぶ変わりましたよね。本当に変わった。もう、実況界もだいぶ変わったと思う。もうめちゃめちゃ変わった。まあ何が変わったっていうと、まあ一番変わったのは、今まで FPS といえば、まあコールオブデューティーとバトルフィールドの二大巨頭だったんですけど、で、時点でいろいろアーダコーダーあったんですけどね。今はそうじゃなくて、バトルフィールドもコールオブデューティーもなんかこう、群雄割拠してる中の一つっていう風になりましたね。うん、他にも、まあ PS 機で言えば、レインボーシックスとかもそうですし、まあオーバーウォッチとかもそうですし、まあそうやってね、こう、群雄割拠する時代になってきたと思います。まあ、ただ群雄割拠する時代っていうのはいつかなくなります。絶対いつかなくなる。でそのなぜかっていうと、やっぱりあのオンラインゲームって人口ありきなんですよ、うん、そんなに何個も群雄割拠したって人口が分裂するじゃないですか。だから最終的に何かに戻ると思う。でもその何かに戻る時にコールオブデューティーなのかバトルフィールドなのか、それとも別の何かなのかっていうのは分からんけど、まあ、いつか群雄割拠する時代は終わると思います。ただ今ね、本当に群雄割拠してる。これね、まあ何がすごいかっていうとね、あの私ね、人口を調べたんですよ。同時接続、今現在何人のプレイヤーが同時にこのゲームをやってるのかっていうのはね、あの PC ゲームだったら調べられるんですよ。でそれ調べたんですよ。で、今日の朝9時の段階なんですけど、これもうほんとね、俺びっくりした。ですね、まずはい、レインボーシックス CG、同時接続人数24,666人。すごいですね、これ PC 版でですよ、2万人。いやこれ本当にすごいと思う、うん。で、コールオブデューティー、インフィニットウォーエアですね、最近発売されたやつ、これ見てください、これ5,109人。めちゃめちゃ少ない、めっちゃ少ない。これはやばい、やばいと思う、うん。だってシージなんか1年前ぐらいで、でこれなんかもう1ヶ月経つか経たんかぐらいや今。それで5000人はね、本当にやばいと思いますね。まあ5000人もいれば、まあ、6対6だし十分じゃないですかって思う人いるかもしれんけど、まあ日本だからね、アジアだから、うん、俺らがゲームする時間帯ほとんどの国が寝てるからね。やっぱメインはヨーロッパとか北米だと思うので、これだったらまず24時間満足にマッチングすることはないでしょう。でしかも全てのゲームモードはがかかるわけでもないと思う、うん。2万人いるシージでも、きついですね。結構マッチングに時間かかる。2万でもちょっと少ないかなって感じがします。はい、っていうぐらいですね、あの接続の人数で。ちなみにバトルフィールド1、はいドン、61,426人。やばすぎ、6万だよ6万。 PC で6万、これはやばい、マジやばい。うん、だいたい PC ゲーって、猛威を振るってるのがその AR 系とか、なんかそのマインクラフト系、なんかサンドボックス系のゲームがやっぱり上位を占めたりするんですけど、 FPS で6万っていうのは本当に異常ですね。すごいと思う、うん。PS4 なの見て、これ PS4 17万9000、もう18万ですよ、同時接続。恐ろしいよね、うん。バトルフィードはやばい。だから今ねバトルフィードがね1個抜けてるかなっていう感じです。まあでもね、しょうがないと思うんですよ。コールオブデューティーはね、BO2 以降ね、あの世間的にね、売れたものがやっぱりなかったと思います。で、BO3 一応売れましたけど、あれは面白いから売れたんじゃなくて、あの、広告、うん、めちゃめちゃ出しったじゃないですか。FPS で、駅で広告見ることなんかあります？なかったでしょ？でもバンバン駅とかで出てたから、まあ、そういうのがあると思いますね。だから広告で、売れたっていう感じですね。まあ実際 BO3 は面白かったです、うん。面白かったですけど、面白かったから売れたんじゃなくて、広告で売れたと思います。うん、やっぱり、ね、広告ってでかい。本当にでかい、うん。仕事やってたらね、やっぱみんなわかると思うけどね。うん、広告はでかいよ、うん。あの、今から FPS 買う人とかもいると思うんですけど、まあ一体どれ買えばいいのかとかもあると思うんですよ。だからちょっと、全体的にアダコーダー言う前に、一つずつちょっとね、言っていきたいなと思うんですよ。うん、でまずね、コールオブデューティー。これね、あの近未来化したじゃないですか、うん。で俺近未来化っていうのは、まあ俺的にはあれなんですけど、そっちのベクトルっていうのは素晴らしいと思うんですよ。で歴代のコールオブデューティーやってたら分かるけど、あのやっぱりね、ガン待ちっていうのがすごい多いんですよ。もうずっと待ってる、うん、スナイパーとかで覗いて待つとか、サプレッサーで待つとかね、で角待ちとかもねすごい多かったんですよ。でそれに対してのね、
防御手段というかその対抗手段みたいなのがね全然なかったんですよ。だから固められたら結構おしまいなところがあったんです。でバトルフィールドとかになると戦場自体がえげつないぐらい広いから門松されたってそこ通らんしみたいなね、うん、でしかもあのコールオブデューティーは1人で3人4人5人ってさばいていけるじゃないですか。リロードモーションとかもすごい早いし、でもバトルフィールドは弾の減り方もコールオブデューティーに比べてめちゃくちゃ速くてリロードも長いんですよ。だからどんだけ上手いプレイヤーでも一気に3人4人相手するのは絶対に無理なんですよ。だから角待ちされてても32人いるので味方もうブワーっていくからね、どうせもうそいつやられるんです、うん、っていうのがあるのでバトルフィールドで角待ちっていうのがほとんどないんですよ。でもコールオブデューティーはやっぱりそういうのがねすごい多かったのよ。すごい多かったからどうしたかっていうと、やっぱりその今までこう右左しかできなかったのをこう上下も加えた、まあいわゆる近未来ですね、上下を加えると門待ちされたってまあ対抗手段はあるじゃないですか。スコープ覗いたってスコープの上から飛んでくることもできるし、であと必殺技っていうのが加わったじゃないですか、あの一発逆転できるっていうね、あれのおかげでまあその門待ちとかにいる人たちに対してもまあ、いわゆる対抗手段が1個できたじゃないですか。でそういうのが完成されたのが BO3 だと思うんですよね。でその AW はちょっとその試行錯誤期間かなっていうのを思ったんですけど、今振り返るとで BO3 で完成されて、 BO3 は今までのコールオブデューティーから見るとそんなにレイプゲーっていうのはなかったですね、うん、でそんなに角待ちもいなかった。だから非常に優秀な作品になったと思います。で今作、インフィニットウォーウェアと、COD4 のリマスターですねが発売されたんですけど、少ないじゃないですか BO3 であれだけ完成されたのに。なんで少ないかっていうと、やっぱりですね今までのコールオブデューティーファンは近未来は嫌いなんですよ、うん、近未来は嫌いな、うん、で近未来を受け入れれる人ってまあ順応した人をもしくは、その近未来の時に新規で入った人だと思うんですよね。だからやっぱね嫌いなんよ、うん、近未来っていうのは。なんでか知らんけどね、うん、俺もねあんまり好きじゃないの近未来。なんでやろうね、もう全然わからへん、うん、なんかあるんでしょうね、うん、まあその人たちのために今作はね一応現代戦である COD4 リマスターの方も出たんですよ。でもねこれねやっぱりねやりました買いました。全然面白くない、もうびっくりするほど。多分サーチとかだったらねすごい面白いと思うんだけど、ドミネーションとかチームデスマッチ、まあ一応コールオブデューティーで2大メジャーゲームモードなんですけど全然面白くないね。何が面白くないかっていうとね、チームデスマッチはねもうガン待ちと角待ち、うん、でスコープもう何初期リスからずっと動かない、もう隅っこの方で砂もうスコープずっと覗いてて待ってるっていうね、あれね体力がすごい少ないんですよ。まあ武器はついてるかな、だからねすぐ死んじゃうんです。だからもうみんなね門待ち、もう門待ちのパレードですよ。すごい空気、うん、まあそういう空気が好きな人は好きかもしれんけど、俺バリバリ突撃とかしたいし、だからもう面白くなかったね正直言って、うん、でドミネーションは何でしょう、キャプチャーする人がねあんまりいないですね。いやっていうかあんまりっていうのも言い過ぎやな、いや言い過ぎっていうか言わなすぎやな、ほとんどいない。キルストリークっていうシステムなんですよ。でキルストリークってキルしたらどん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 強いなんかこう戦闘機が呼べるみたいな感じなんですけど、ここ最近はスコアストリークだったんですよ、うん、キャプチャーしたりなんかアシストしたりしてポイントを貯めてなんか戦闘機とか呼んだりしたんですけど、その当時はキルストリークなんですよ。だからドミネーションってBF でいうキャプチャーゲーム のコンクエなんですけど、キャプチャーしてもキルストリークに加算されないんですよ。だからねキャプチャーしても無駄やから、キャプチャーせずにとりあえずキャプチャー付近でじーっと待ってたりする人が非常に多いんですよね。だからね面白くないよね、面白くない。あれねゲーム自体は面白いと思うんですけど、ゲームプレイヤーのゲームの取り組み方が非常に面白くないと思います。ただそのゲームの取り組み方をそのゲーム自体が誘発していると思う、誘導させていると思う。でも仕方ないと思うんです。あれ10年前のゲームなんですよ大体、うん、10年前のゲーム、それはねそうだわ、うん、10年経ったらやっぱ進化していくじゃないですか、うん、やっぱり当時は本当にそれが面白かったと思うんですけど、やっぱ10年後もそれ面白いかっていうと、やっぱりその当時をめちゃめちゃやってる人ではないときついかなって思いますね。当時めちゃめちゃやってる人はやっぱり思い出があるじゃないですか、その思い出もあってやってて面白いと思うんですけど、
別に思い出とかそんな思い出とかない人はやっててもなんだこれってなると思います。まあ、私当時ねオフライン勢だったのでキャンペーンしかしてなかったんですよ。でオンラインやったことなくてやっててあこれやばいなと思いましたね。ただ現代戦なのでね非常にね武器がいいですね武器がめっちゃいい。だから3つだけね取ろうと思います。私あの M16A3 だったかな、ベトナム戦争の悲劇を生んだねあの伝説の3点バースト中ですよ。であと AK-47 ですね、ビンラディンが愛した、世界で一番人を殺したと言われている銃ですね。であと MP44 だったかな、二次戦の頃にヒトラーに一度開発を中止された、これも伝説の銃ですね。興味湧くやろ、しっかり解説するんで、お楽しみにこの3本だけやろうかなと思います、で IW の方は、BO3 と同じくらいに楽しいと思う。普通に面白いと思う。ただその金未来自体が受け入れられない人にとってはもう前提条件で弾かれると思いますね、でその金未来だけで過疎るわけはないと思うんです。でもなんで過疎ってきたかっていうと俺ねスポーティーさがすごい激しいじゃないですか。あれスポーティーなゲームだと思うんですよ。すごく競技性高いじゃないですか。あまりにも高すぎると思うんですよね、それが俺ね過疎の原因作ったんじゃないかなと思うんです。まあオンラインゲームって突き詰めたら反射神経ゲーじゃないですか。で COD はそれがめちゃめちゃ高いと思うんですよ。反射神経使う頻度がもう次々動いてどん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 敵を倒して10分っていう試合の中で60キル70キルって加算していくじゃないですか。やっぱね疲れるんよね、で反射神経のピークって17歳から19歳らしいんですよ。で20代後半ぐらいからもう加工していくっていう感じなんです。だから今プロゲーマーとかあるじゃないですか。でプロゲーマー養成専門学校とかあるじゃないですか。で18歳で入って20で卒業するのかな。卒業した時にはもうピーク過ぎてますからね。やっぱりね反射神経って大変、まあプロゲーマーも大変やと思うで。でそっからプロゲーマーになれたとしても24号でピーク過ぎてもう加工していくだけやから大変やと思うわ。本当にプロゲーマーとしての寿命めちゃめちゃ短いと思う。で他のプロスポーツ選手にも言えることだと思うんですよ。サッカーとか野球とか。でもその人たちってそのピークが過ぎるまでに一生分稼ぎきれるじゃないですか。でもプロゲーマーって稼ぎきれないと思うんですよ。24号までに稼ぎきれないと思うんです。で落ちて、まあ、まだそれでも第1戦第2戦あたりで活躍してて、まあ、30、後半で、まあ、プロゲーマーを引退したとしても一生分稼げてるかっていうと稼げてないと思うんですよ。でそこから普通に就職ってなったとしてもやっぱ日本って頭固いからプロゲーマーやってましたって言われてもはってなると思うね。でプロゲーマーっていうのは社会的経験がないじゃないですか。ゲームの腕は特化してるけど普通の資本主義のビジネス社会において何か使えるノウハウな能力、養えたかっていうとそうじゃないと思うんですよ。やっぱりね大変だと思うよプロゲーマーは、だからほとんどの人は動画配信者とかなっていくんやと思うけど1日10時間も12時間もねずっと引きこもって練習するじゃないですか。そいつが果たしてそのみんなを引きつけるほど喋り上手いのかって思ったらいや俺はそうじゃないと思うねんな。引きこもってるやつの話聞いて誰が笑うんっていう、やっぱり喋りっていうのはさ遊び慣れてるやつの方がどんどんおもろなっていくし、やっぱプロゲーマーっていうのは非常に寿命も短くて大変だと思いますよね。まあちょっと話がずれたんですけど、まあそういうわけで反射神経ゲーなんで、もう俺とか年結構取ってきてコルビ出てやっぱしんどなってきたもんね、やっぱり空飛べることで妹がいなくなったけどその代わりよりスポーティーになった反射神経ゲーになってしまった。疲れる、社会人1年目2年目とかだったらまだできるかなと思うんですけど、やっぱりあれね中高行って大学生あたりがメインでやってるゲームだと思いますね。もう俺あたりになってくるとしんどい、社会人に、ね、なったらね自分らも分かりますけど体力が 100% まで回復することなんてほとんどないんですよ体力 100% まで回復するまでにもう次の仕事始まっちゃうみたいな感じで大体ね 80% ぐらいまでしか回復しないんですよ。で、まあ、夜終わって 30% 20% ってなって寝て 50% とかなってね休日の 80% になるぐらいなんですよね。疲れも取りにくくなるし、で
ゲームって社会人にとってはやっぱ娯楽なんですよ。まあ、中高生とかだったら ガチだと思うんですけど、娯楽なんですよ。で帰ってきたらもうヘトヘトなんですよ。もう体力 20% とかなんで、そんな中で中学生とか高校生とかね、もうめちゃめちゃ体力も有り余って反射神経もガンガンな時期の人たちと、よりそういうのが反映されてもコールオブデューティーをやろうってなった時、しんどいんですよ。すごいしんどい、もう俺からするともう上手くなるのとかどうでもいいから、とりあえずなんか自分の心のリラックスというか息抜きになるような感じでゲームを楽しみたいっていう心持ちなのね。ってなるとコールオブデューティー非常にしんどいです。めっちゃしんどい。80% の状態でやれるんやったらまだ違うかもしれんけど、普段だってヘトヘトで息抜きでやるからね、 20% とかね。上手くなりたいじゃないから俺らは、もう息抜きで楽しくやりたいわけそうなってくるとやっぱコールオブデューティーはしんどいですね。やっぱりレイプゲーとかもすごいされるので。でもバトルフィールドは32人いるんですよ。まあ1人ぐらい迷惑かけたってもう別に試合に関係あらへんし、でキル以外にも役に立つ方法いっぱいあるんですよ。だからもうそんなに頑張らなくてもスコア1位取ろうと思えば取れるし、普通にやってても楽しいんです。でレインボーシックスシーズとかもあれもキルがメインじゃないじゃないですか。キル以外にもできることいっぱいあるので、まあパーティー組んで5人でやったりしたらまあ面白いですよね、普通に。だからそういう方に社会人勢は流れていってしまってると思うんですよ、私は。だからそういうのもあってコールオブデューティーはどんどん加速ってきてると思います。やっぱりお金持ってるの社会人ですから、まあ住み分けになってきたのかなって思いますね。コールオブデューティーが中高生あたりのゲームになったのかなと思います。別にそれはそれで全然いいと思うんですよ。で次に、レインボーシックスシージについてなんですけど、まあ、レインボーシックスシージ、とりあえずこの3つの中で一番民度悪いです。もう一番民度悪い、圧倒的に悪い。あのフレンドリーファイヤーっていうシステムがあってですね、あの味方に攻撃が通るんですよ、自分の。だからね、前の試合でなんかストレス溜まったやつとかが次の試合で味方に出してめちゃくちゃ乱射して殺しまくったりとかね、そういうのもあるんですよ。でレインボーシックスシージのね一番、まあ、いいところと悪いところってもうこうガッてそこ一手になるんですけど、戦略性の高さですね、あまりにも戦略性が高すぎるんですよ。だから1試合、まあ、大体20分とかかかるんですよ。まあ、大体平均30分として30分でキルできて10キルですからね。10キルよ、COD なんか10分でやるやつは100キルとかいくのに、これやるやつで10キルですから、やるやつで10キル。バトルフィールドも1試合ありますよね。あれ1試合やってまあ40キルとかいくじゃないですか、50キルとか。こっち10キル、もうそんぐらいFPS もうシューティングに重心を置いてなんですよね。もう戦術立ち回りに何をするか、打たない間に何をするかに重点を置いているので、まあ発砲することもあんまりないです、正直言って。そういうゲームになっております。だからいいとこと悪いとかね、もうそこに集まるんですよ、で、レインボーシックスシージは一応2年目もDLC が配信されるらしいです、1年目みたいに。だからまだ最低でもあと1年は遊べると思うんですけど、そうやって戦術性に偏ったゲームなので、言っちゃえば覚えゲーなんですよ、覚えゲー。このキャラクターは、始まった瞬間に何をしなければいけないとかね、このキャラクターは何をしなければいけないみたいなのが全部決まってるんです。で監視カメラの位置とか決まってるし、爆弾設置と人質とエリア制圧みたいなのあるんですけど、まあ、爆弾設置の時はここの壁は開けとかないといけないとか、そういうのが決まってるんですよね。だからそういうのを覚えるのが非常に大変なんで、まあ、これからやる人はもう今やってる人たちなんかめちゃめちゃ覚えてる猛者どもでいっぱいなので、まあ精神的負荷はめちゃめちゃ抱えると思いますよ、ただ面白いと思います。で一人でやるゲームじゃないです。あと COD とかまあ一人でやっても面白いと思うけど、 CG は一人でやっても全然思んないと思う、いや面白いよ、面白いけど、パーティーと組んだ時の面白さの差がもう全然、もう全てのゲームで一番かもしれん、全然違う。あと強さも全然違う。やっぱパーティー組んだ方がね圧倒的に強いです、だから一緒にやるフレンドとかがいるなら、まあ、今から始めても十分に楽しめると思うんですけど、フレンドとかいない人は、多大な精神的負荷を抱えると思います。で好きなのが使えないんですよね。好き
きな武器とか好きな兵種とか使えない、他のあれと比べて使えないんですよ。やっぱり戦術ゲーなので、防御の時にはこれいるでしょうとか、攻めの時はこれいるでしょうみたいなのがやっぱあるんですよね。で、逆に言えばこれはいらないでしょうっていうのがあるんですよ。で、それを使っちゃうと、他の味方がちょっとイラってきて殺したりとか除外投票入れたりとかしちゃうんですよね、やっぱり。だからそこら辺はちょっとおかしいなと思うんですけど、まあ大体8000円払ってるじゃないですか。で、8000円払った中でのコンテンツの一部を、我々は享受できないんですよ、シージェは。うん。許されないんです。だってお金払った対価を受けれないんですよ。うん。使えないの。武器とかも使えないの。そう。そういう悪いところはね、やっぱりあるよ。うん。ある。だから、シージェはフルパに限る。フルパに限ると思います。5人でやるに限る、5人でやるに限るっていう前提条件で言うならば、シージは、もう有無を言わさず絶対におすすめできる、うん、ただ、やる人数が減っていくとさっきみたいに弱点が露骨に出てくるので危険ですね、っていうゲームでございます。はい。で、我らがバトルフィールド1なんですけど、これはね、本当にね、私ね、神ゲーだと思いますよ。とりあえず神ゲー言う人たちいっぱいいると思うんですけど、私あんまりね、そういうの言いたくないんですよ。ちゃんといいとこと悪いとこ言いたいんですよ。の私が本当にこれ神ゲーだなって思います。もうね、万人におすすめできるかっていうと、やっぱそうじゃない。いや、BF4 とかから来たら、一個負荷があるんですよ。うん。それ乗り越えたらおもろい。だからそれ乗り越える前に挫折しちゃったらもうダメだね。もう全然違う。ゲーム性が全然違う。バトルフィールド1は突き詰めて言うと全 FPS の中で最もキャプチャーゲームとして機能しているゲームです。こんなにキャプチャーゲームを機能しているゲームはね、ない、他にない、見たことない。俺もう十数年ゲームやってるけど見たことないね。やばい。何がやばいかっていうと、旗に絡まないとどんだけクリアしても1位とか絶対取れないんです。で、逆に言うと旗さえ絡めば0キルでも1位取れるんですよ。そんぐらい旗に点数がガッてあるんですよね。敵の旗から味方の旗に赤から青に変えたら最大で1100から1200点ポイントが入るんです。で、1キルしたら100ポイント入るんです。で、普通の旗を上げて青に変えた場合は500点ぐらいもらえるんですよ。だから旗1個取るだけで5人分キルもらえるんです。そのキャプチャーゲームを十分にさせるためにいろんな裏取りする箇所があるんですよ。だから大体は A と C が固められて中央の B で戦うみたいな感じじゃないですか。で、まあ BF も ABDE 固めて C で戦うみたいな感じなんですけど、バトルフィールド1はもう無限に裏取りできるので、で、その裏取りを32人で潰すことなんて絶対に不可能なので、もうね、A とか E とかがもう頻繁に旗上がるんですよ。上がり下がりするんですよ。だからもうね、全てで戦場になってるんですよね。前線っていう概念がなくなったんです。だからここでぶつかるんじゃなくて、もう全ての箇所が戦場になってるんですよ。だからね、ガンガン旗が動くんです。で、ガンガン旗が動くもんだから、ガンガン旗に絡んでるやつが上に行くんですよ。だからね、FPS 初心者でも普通に1位とか取れてしまう。で、蘇生とかもありますし、弾薬箱を配るとかもそれでもどんどん上に行っちゃうんで、FPS 初心者でも楽しめるし、 FPS 上級者でも楽しめるね、すごい素晴らしいゲームだと思う。うん。で、今までは前線ゲーだったじゃないですか。で、今回は分隊ゲーになってるんですよ。分隊同士蘇生したりするとやっぱりスコアが2倍もらえます。普通は50ポイントなのが100ポイントもらえたりするし、もう分隊で基本的に行動します。で、分隊長が分隊命令とかを出すんですよ。 A に取り行けとか E に取り行けとかね。で、それに伴って分隊みんなが行動するみたいな感じです。なんです。で、やっぱり、ノラになってくると分隊行動とか無視したりあるじゃないですか。そしたら、あ、こいつ無視するなと思ったら、まあ、キックもできるんですよ。一応キックもできるし、分隊長が、まあ、初心者で命令とか出さへんなってなったら分隊命令リクエストを出して、で、1分間何も命令がなかったら分隊命令のリクエストを出してる人が分隊長になるんですよ。だから分隊行動をめちゃめちゃバトルフィールド1自体が率先させてるんです。
で率先させてるからキャプチャーゲームがより機能してもういろんな旗が動くんですよ。めっちゃ面白い、めちゃめちゃ面白いよ。まあ、例えば俺が分隊長で、結構劣勢やからボートに乗って裏取りして相手の A の拠点まで行って、旗に絡むギリギリのところで伏せて待ってるんですよね。で他の分隊員が死んで俺のところで一緒にリスポーンしてくれるじゃないですか。でそれで A を取ったりとか、そういうのがね熱い。CG ほどまでにはいかないですけど、だいぶ戦略ゲーです、うん、だいぶ戦略ゲーになってくる。で、味方の兵種のバランスっていうのもだいぶ大事になってきますね。看護兵が1人2人ぐらいは絶対にいる。2人いるともうその分隊はまず全滅しない。うん、すごい、みんなで協力しようよみたいな感じが本当に面白いの。であと設定も変幻自在です。ミニマップの大きさとか小ささとも調節できるし、ミニマップの中自体の拡大率も調整できるんですよ。何メートル先までこのエリアで移すかとかね、できるんですよ。でもちろん歩いてる時のその感度、振り向きの感度も調整できるし、 ADS した状態の感度も調整できます。 COD はできない、全部で一緒の感度しかできないから。そこら辺のね細かい設定もねめちゃくちゃできるんですよね、今作は特に。だから上級者でもいろいろいじってなんか自分好み仕様とかできて楽しいし、初心者でもそんなにせんでも普通に楽しめるから、これはおすすめですね。ただ BF1 の弱点を言うと、まずね武器が少ないですね。武器が少ない、パッと見ね多いなと思うんですけど、一つの武器がちょっとパターン変わって3種類あるとかね、そんな風に稼いでるので、実質一つの兵種につきまあ4つか5つぐらいしか持てないですね。それが武器は使えないのが弱点。ただ DLC で20種類追加されるみたいな、全 DLC でみたいな言ってるので、そこはどうなのかなっていう感じですね。であと弱点といえば、グラフィックがねすごいいいんですよ。すごいいいからか知らんけど重い、めっちゃ重いよ。例えばオプションに行ってなんかゲーム設定とかするときに下ボタン押すじゃないですか。下ボタンの反応が遅いんですよ。だから2回押しちゃって丸押したら再出撃のところにカーソルあってなんか1デス加算じゃうとかね、そういうのよくある、そういうのは弱点ですね。あとねバグがえぐい、バグえぐいよ、シージもバグ相当えぐいけど、まあシージはあの UBI があのねグラフィックめっちゃ得意なんですよ。だからグラとかすごい綺麗なんですよ、いろんなソフト。ただねオンラインめちゃめちゃ弱いんですよ、 UBI さんはめちゃめちゃ弱い。だからねやっぱバグとか弱いです、でもバトルフィールドは EA さん、天下の EAのにバグが多いね。永遠と弾を込めるっていうねバグもあるし、弾が出ないっていうバグもあります。もうこの弾が出ないがね一番やばい、やばいと思う。弾出ないんだよ、ありえなくない敵いてやったと思って撃つとも出ないでやられるっていう、よくある、たまにじゃない、よくある。やっぱバグが多いですね BF は。そこら辺が弱点かなと思います。ただでも他に弱点って言われたら特にないかなと思います。スナイパーとかもねめちゃめちゃ弱いですよ今作、当てやすいですよ。確かにめちゃめちゃ当てやすいですけど、スイートスポットっていう制度があるんですよ。例えばスナイパーがいて殺しに行くとするじゃないですか。そしたら近づいていくでしょ。で近づいた敵に対してまぐれ打ちとかでせっかく近づいたのにこうやられてしまうとかあるじゃないですか。でそういうのを防ぐために、何メートル以内、30メートル以内とかに近づいている敵に対しては一発で死なないとかね、そういうシステムになって、それをスイートスポット制度っていうんですけど、それが採用されているのでスナイパーは近づかれたら何もできないです、何もできない。でそのサブウェポンで、今までのバトルフィールドだったらねサブウェポンでねめちゃめちゃ練習力の高い武器とかね使えたんですよ。でも今作は第一次世界大戦なので、使えないです。だからスナイパーは近づかれたら死ぬしかない、これが本当に芋掘りみたいなのがねめっちゃ簡単なのよ、めっちゃ簡単。だからスナイパーは本当に遠距離だけ、近づかれたらもうお前死ぬだけだよっていうのをバトルフィールドに言われてるので、そういうところはねめちゃめちゃいいと思うよ、で、あ、ちょっと思い出した、あのね一番あかんところがね、あのゲーム終わるでしょ、でゲーム終わった後その試合抜けれないんですよ。それ謎しよう、いや一応抜けられるんですよ。ただ試合終わってなんかスコアとかいろいろ出るじゃないですか。で最初の10秒ぐらいだけこの試合を終わるっていうなんか三角ボタンみたいな出てるんですけど、10秒ぐらい経ったらなぜか知らんけど消えるんですよ。でそのまま次の試合始まるまで抜けれないんです。で次の試合始まるまで BF ロードすごい長いですから、
もうそれがねちょっとね地味にねちょっとイラッとくるよね、なんで抜けられへんのっていう、そう別にええやんみたいな。だからその最初の10秒逃したら次の試合始まるまで抜けれなくて、で10秒でスコア見れないんですよ、さっき言ったように重いから、すごい重いの。だから10秒で自分のスコアとか見れないの。スコア見ないでそのまま抜ける人なんてなかなかいないべそれがねちょっと辛いかなって思います。まあでもそんぐらいかな。でまあ今ちょっとすごい俺長く話してるんだけど、さっき話したみたいになんか FPS もちょっと、変わってきましたね。だから今 FPS が流行る条件が完全にもうその芋とか角マッチとかなんかその、まあ、サプレッサーとかねそういうのが弱いのと、砂に対しての対応策もある。砂も弱いね、砂も弱い、まあ、両方弱い、で、現実の武器が使える、で現実の世界観とかであること、これ大事だと思う、まあ、近未来が嫌な人はいるけど、現実が嫌な人ってあんまりいないですよね。で近未来が好きな人は別に現実でも受け入れられるんですよ。でも現実が好きな人は近未来受け入れられないんですよ。だからやっぱこれはね大事だと思う。であと、ちゃんとゲームシステムでキャプチャー系とかがちゃんと機能してること、キャプチャーして損になるっていうことがないこと、それがね、まあ、この4つですね。この4つが大事かなと思います。あと競技性が高すぎない、高すぎたらダメだと思う。やっぱりさっき言ったようにそうが当てはまるソフトが、これから伸びていくんじゃないかなと思います。で今バチッと当てはまってるのがバトルフィールド1なので、今ちょっとバトルフィールドの時代がこう一本一つ、頭抜き出たかなというふうに感じますね。まあ今回ちょっと本当にすごい長くて何も面白いこと喋ってないんですけど、まあ、たまにはこういう動画もありかなと思って長々と申し訳ありません。私は風邪を治して早く、エンジョイな実況を出せるように頑張りたいと思います。ゲームやっちゃうんだ俺、やっちゃうんだよ。だから風邪治らないんだ。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。